京平ゆみの父マンデーね、いやいやいや止まりましたね。今日はね、あのスタジオのちょっと雰囲気がね、ちょっと真っ暗でブラックでね、いい感じシックだね。なんでもう今新しいスタジオなんですけど ね、あの P4 スタジオっていうところでね、あの東心斎橋っていうのが、うんうん、新しくできたあのリハーサルスタジオなんですけども、綺麗なところですね。デザイナーさんがなんか作ったやつ、お上品、お上品やね、本当やね、とても、うん、なんかポスターとか貼ったらあかんなみたいな感じで、あ、ですねですね、申し訳ないです、こんなチャチフライ置いてたのもね、で今日で57回に今度はゲストさんの方、はい、紹介の方をしているんですけど、はい、今日は HJT 放課後自衛隊部の皆さんに、イエーイ、放課後自衛隊部というからには、うん、なあ、クラシックバンドとかそんなじゃない、アヘビーメタバンドとか、いや実はあのちょっとジャズメインでみたいな、クラシックかな、ジャズの J で、ジャズの J で放課後ジャズタイム、ありそうだけど、アニソンですね、はい、アニソンバンドね、アニソンバンドというかね、うちのね、そうそう、こう前ゲスト出てくれた、出てくれたね、前の中梅紅茶さんとか、文字ってる文字が一緒ですからね、前の中梅紅茶さんっていうのは放課後じゃない、真夜中で、あー、ティータイムじゃなくて、ティータイムが梅紅茶さんパドっていった感じ、まあ、今日は放課後自衛隊の皆さんで、はい、ね、あのお越しいただいたんですけど、はい、今度はこちらの方から、はい、あの自己紹介の方、あ、はい、ベースのなっちゃんです、はい、ボーカルのミームです、はい、あとキーボードのコーラスのゆいです、イエーイ、サイドギターのしんちゃんです、イエーイ、まあね、あのこのメンバーだけじゃなくて、うん、あと何人出ますか、はい、あと3人、あと3人、リードギター、ドラム、うん、コーラス、まあね、あのセッションじゃないわ、うん、演奏の方もお会いしてもらってるんで、うん、その時に全員メンバー勢ぞろいできてます、しっかり見て7人ね、はい、力の強いアドさんな、ね、そうそうそう、なんであのこのバンドを結成したんですか、始まりはあのね、私の結婚式の日なんですけど、あのその自分が歌いたいっていうこの欲望を満たすために満たすためだけにね、あの天野月子さんっていうアーティストが来られるんですけど、その方のセッションがミクシーにあって、もともとのメンバーはそこで知り合ったんです、であのその歌いたい欲望をあのそのセッションメンバーにまき散らかした結果、あの今いないんですけども、あのドラムとあとコーラスでリードギターで私とゆいとで、私と、であともうベースがいたんですけど、まあ、そのメンバーもちょっと脱退したんですけど、でそのメンバーでちょっとアニソンをやってみたんですよ、はい、だからちょっとリードギターの方ちょっと軽いミスを起こしましてですね、どうしてもリベンジしたいと、はいはい、おっしゃるので、その翌年の1月にちゃんとしたライブでリベンジした、でその時に、入ってもらって、はい、あ、でもさ、なんで天野月子がアニソンになったの？それ、ね、意外とお宝なんですよ。すごい、意外なものなんだ。シンクロ率で言ってるんだけど、はい、そう、意外とね、お宝が多いんですよ。マナカナみたいなそんな可愛くないです。はい、どうもって出てくるんで、はい、うん、はい、あの、その月子さんがあのゲームの歌をちょっと何曲か歌ってはるんで、うん、その関係で結構、うん、あの多いんですよ、オタクが意外とね、うん、だからそういう共通点で、イデアとか歌ってたね、あ、そうです、そこからなんですよガッシュからなんです、最高、うんうん、なんか若干似てませんそれ多分あの髪これのせいですね私歌ったらただの萌えそうなんではい、うん、ですね、これもよくコピーしてたよ、あ、これですか、サメとかね、あ、ちょっと今度セッション、まあ、個人的にジャムジャムしましょう、やったり俺もなんか知らんけど、天野月子の今は天野月さん、そうです、そうです、そうです、うん、あの、はい、お月さんなります、絵描きされたって、うん、そうなんだよ、まあ、あの、個人的にしてる人なんですけど、ちょっとそれ後でちょっと言ってみましょう、ちょっとつけとあのね、もともと
つっこさんはアースシェイカーのね、あ、そうです、うんうん、シャラさんっていう人がギタリストで、その頃プロデュースしてるのかな、プロデュースまではしてないか、プロデュースまではしてない、なんか、うん、歌をこう提供したりとかそういうのはしてるのに、うんうんうん、なんか、まあ、その人がずっとサポート、サポートっていうか、まあ、ギター弾いてますね、ギターでずっとやってて、はい、俺その人がずっと好きで、うん、そっからの人も多いでしょうね、めっちゃ多いです、アースシェイカーっていうバンドね、まあ、ここ今バーッチェロップ流れてるんだけど、うん、昔のヘビーメタルがこう、ジャパメタって流行ってた時に、あのアースシェイカーっていうちょっとこう、ヘビーメタルでもちょっとすごい感じじゃなくて、うん、ちゃんとこうメロディーをちゃんと重視してた、そうそうそう、かっこいい、ほんでこのギターええなーって思って聴いててんけど、最初は誰かわからなくて、で蓋開けてみたらそうやった、人が天野月子のギターさん、はい、うん、だから年齢層も広いですね、セッションで集まってももっそり上の人もいれば、私らぐらいの人間って、そうやね、うん、結構ね、こう、まあ、ずっとこうアルバムの曲をね、感じ一文字にして、ああ、そうね、天竜、天竜だよね、天竜は最高です、あれだけ iPhone に入ってあのアルバムだけあれはもう最高です、うん、俺はね、シャロンストーンが好き、ああ、やばいです、うん、やばいですね、うん、新しいのはでもゼロが一番、うん、ゼロが好きです、だからそのアルバムの名前をこう外国の女優さんとかとか、そうです、そうです、うんうん、からこう撮ってみて、ウマサーモンとかあるもんね、ウマサーモンあるねアルバムでウマサーモン、ウマサーモンじゃないそっからやったらどうしようみたいな逆にね、これ俺が悲しいわ私も泣きます先やったからねサーモンしか出ないまあ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 、でもね、まあ今日ちょっと聞かせてもらったけど、はい、まあ普通にうまいですよね、もったいない、アニソンしてるのは、いや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 、そんなことないですよ、もう全然、でもオリジナルとかは全くやってない、あ、全然全然、もうほんまに趣味の延長だ、もったいない、もったいなくないそんなこと初めて言われます、まあね、それはほんまにね、こう聞いてくれる人がどうやんか、うん、ちょっとね、一回ちょっと、そうですね、一回ぐらいね、流して聞いてもらえますか、はい、一曲目の紹介の方、うん、どうぞダチョウ倶楽部大丈夫ですでは聴いてください、ジョイント。Oh, oh, 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 oh
はい、聞いていただきました。カワーだ。タマウイさん。ジョイント。ジョイント。はい。これは何のアニメの？シャナですね。シャクガンのシャナ。シャナ。のオープニングか。ちょっとごめん。アニメはみんなやっぱ好きなんですか？実は私はあんまり見ないです。漫画派なので。で、ちょっと前のアニメは結構詳しいんですけど、最近は見てないです。私最近のちょっと見てて、あの声優オタク最後オチで使いましたけど、声優オタク。他のメンバーさんももちろん、いや、ドラムは一応違う。ドラムは違いますね。ドラムはゲームより、ゲームどちらかといったら。でも結局オタクなんですけど、いろんなジャンルで。ギターのジョンさんもここやり始めてからちょっと軽音っていうアニメ泥沼にハマりつつ、あれに見なかったね、ドロになってちょっと気持ち悪いことになってるんですけど、年末のね、あのギターとか気持ち悪いこと、年末に、あの12月にライブ1本やったんですけど、その時にあのギターがユイのステッカーだらけになって、ギターギター作ってきたんで、ギターギターになってたろ、ギターギターになってましたね、ギターギターでしたね。これ知ってる人だったらわかるけどね、知らない人、何のこっちゃ分からないけどね。ハテナつくとかなか。そこに出てください。映画は見ましたか？見ました。え、みんな見てるんだ。あ、まだ。この子の見てない。本編何ですか？全部。あれはね、やめとこ。え、リツが可愛すぎてハゲる。リツ派なんですよ。リッちゃん派、リッちゃん派、ユイ。なんですけど、私だって本編全部見てないんですけど、一応キーボードやってるし無理みたいな。一応無理。でも良かったですよ、映画。うん、すごい良かったな。あれ3期やらへんのかなってアニメで。でも高校が終わってしまったからね。あ、でも原作は今大学生、大学バージョンしてるから全然可能性はありそうですね。どこら辺もだけどまだやるのかな。一人子供できて、ママでやってる。やだ、やだ、子供でいく。子供でさ、子育て奮闘期。やだ、獅子変わってる。子守歌ヘビ。じゃん、じゃん。みんなこのバンド始めるまでにとか、今なんか別のバンドやってるとか、そういうのはないよ。別のバンド。まあ、一つ。そっちもアニソンバンド。あ、そうですよ。結構、あの、意識しなくても自然とやる曲が、あの、違う、いや、逆に違う、うん、全然曲は被らないです。意外と。ってことは練習量2倍やった。そうなんです。うん、まあでも好きやからな、うん、好きやからできるやん。私たちもやりましたよね、アニソンで。そうやな、やっぱ、ね。去年の4月。やっぱりやってる気持ちよくですか、アニソンって。私ね、その時歌がなくって、はい、キーボードだったんでね、楽しかったですけど。あの、みんな知ってるからな、そんな、みんなあんま知らん人いけないし、結構ね、みんなが知ってて、みんなが歌えててのコンセプトに選んでるのが、取りやすくて、だからいるお客さんとかも、やっぱり半端ない盛り上がりになるから、ノリノリやし、ノリノリですね、アニソン。アニソンでしょ、シャーンってしてるのないもんな。ないですね、確かに。私の時もおじちゃんこんなの踊ってた。カメラ撮ってんのに前でこんなの踊ってます。なってます、なってます。ギター持ってないと普通に芝居てたけど。持っててもしろっけやな。まあでも、そういうアニソンを始める前ってなんかしてた、そのバンド。全然です。だからバンド組みたいなと思ってて、でも結構なんかベースとドラムってなかなかこう周りにいなかったんですよ。ギターはいるけど、もうずっと組みたいな組みたいなって思ってて、こういう形になって指が叶ったみたいな。でも全然私自身は何も、ただこう歌が好きで、あの、普通にこう歌ってただけで。もったいない。いや、もったいない。ちっこさんはしないの？あのね、やりました。ライブライブで「これ」っていう曲をこのメンバーでやりたいよねって言って一回やりました。はい、みんなバッチリでも遊びの中では本気度はいっぱいでやってるんでしょ。なんかもう楽しむっていう感じじゃない、こう自分らが
楽しんでる、でなんかそれを見てくれてる人も楽しんでる、この環境がこう今成り立ってる感じがすごいするんですよ、ライブしてても、うん、うまいことまとめちゃう。楽しいのが一番なんで、ね、でしょ、うん、楽しくなるにはまあ練習もしないといけないですよね。下手くそやねとか言ったら楽しくなるから、ね、うん、なんかこうまあね、遊びでも本気やってる人おるし、本気で歩いてて遊びみたいな、でもで遊んでるよね、本気で遊んでる感じかな、どっちかな、うん、遊びに全力みたいな全力やってたらな、うん、いいんちゃうかなって思って、うん、楽しいの、うん、ライブ中毒みたいになってますか、あおるあおるみたいな、お客さんずーあおってあおるだけに。なんかみむちゃんはニコ生のなんか番組ですよ、はい、あのここで、うん、あのユニットとしても一応活動してるんですよ、うん、あのカラオケ音源で歌ってるんですけど、アニソンで、みむ&ゆうひろも HJT という形 でその2人で毎週月曜の、11時から12時までの1時間ライブあるやん、うん、え、ドラカブリあ、マンデーほんまやあれだねうん、まあまあでもいつ一応いつでも見れる形にはなってるんですよ、ね、そうそうそう月曜配信っていうだけででしょでしょ、うん、私たちの1時間しか見れないんで生放送そう生放送俺もこの間さニコ生やってるからちょっと 見とこうって見たらもう終わってましたうん、まあ、有料会員だったらタイムシフトという形で1週間を見れるんですよ、その後、うん、でもあの一般会員の方はもうその時間しか見れないので、2人で毎週月曜が出たらって言ってたら、そのひたすら喋ってますね、その時間ただ喋ってますね、ただ何のゴールも目的もテーマもなくて、初めなんか音楽番組にするみたいなコンセプトだったんですよ、歌って BGM 流して歌募集してみたいな、今無音で喋ってます、ね、無音で1時間喋ってお疲れ様でしたみたいなそうです、結構見てるんですか、いやもう全然なんか見る時は多いだけで、うん、なんかでもここ番組出たらみんな見ますよ、うん、ここまでさ、ぜひぜひここにここにねなんかなってこれちょっと置いてくださいね、うん、置きますちゃんと綺麗に月曜、ね、何時からか11時から12時まで、うん、はい、うん、ちょっとずれ込む時もあの、うん、この関係で、うん、放送数が多かったらちょっと入るのに時間かかったりするので、うん、何分かずれたりはしますけど、うん、基本その1時間でやってますので、うん、もしよかったら送ってください、うん、ぜひ、はい、ほなみんちゃん次の曲を紹介してくれる、おっと次の曲ドンこれ、はい、では、次の曲ノーバッツお願いします、I'm not afraid to die.
聞いていただきました。カードマムさんでノーバッツ、ね、はい、この曲は何のアニメなの？とある魔術魔術のインデックス2のオープニング。もう慶應の次はイカ娘しか知らない。何も知りません。ちょっと勉強していきましょうか。ちょいちょい、ね、大丈夫です。新世界って言って入ってきましたから。この業界はとか言うてましたから。業界やつだ。あのね、俺のとね、なんかこう俳優に出た。こう近づいて、ちょっと近づいてる。ちょっとあの田辺誠一子にね似てて、含めてね、めっちゃ似てます。あ、そのままでおりやん。そのまま放置しとこうか。ちょっともうちょっとあの映画の撮影とかあるから。めんどくさいわ。まあ、そんな感じでね。はい、似てるの気づかないか。全然、いや、あの、ね、たことないですね、本当に。歌のプリンス様っていうアニメの、あの、篠宮夏樹っていうキャラがいいんですけど、それにちょっと似てたんですよ。今、髪の毛切ってあれなんですけど、もうそれにしか見えなかったんで、もう、うん、三次元に、な、誰が例えられたか思わなかった。うん、そうです。めっちゃ似てますよ。うん、お前ですか？多分、もっと年取ったら。45ぐらいだったら映画でって大俳優みたいな。髪の毛できます、ね、今ないもんな。あらな、タイム黙っといたら聞こえじゃん。喋って笑ったら思いっきり激やもんな。まあね、その HJT の活動とか、今後の活動どんな感じでしていくのかな。一応まあ、あれですね、ライブ活動に関してはしばらくあのちょっとベースが一時抜けますんで、うん、その間は正規メンバーとしてはライブ活動は一応休止なんですけど、もしかしたら、まあ、そのヘルプで誰かベース入れて、うん、まあ、ライブに立つかなっていう可能性はあります。俳優業が忙しい。そうですね、ですでちょっとあの両立が難しくなってきて、まあ、この時期ね、あの卒業も怪しいで、ちょっと何の卒業？うまいこと話合わせていこうか。勉強やで、これも。うん、勉強やで、これもな。人の話しっかり聞こう。ね、はい。映画もね、ジャンル撮ってね。一応あの、活動の拠点としては、あの南堀江のゼロさんっていうあのライブハウスがあって、そちらの方でもずっと3ヶ月に1点ぐらいの割合で、あのオファーかけていただいてたんです。まあ、あの、活動はね、あの宣伝も、あのニコ生のをずっとやってます。ニコ生やってますし、あと、はい、まあ、入れたらその月1ぐらいでそのスタジオだけは入りたいねっていう話はしてるんで、うん、あと作れたらオリジナル1曲作りたいなっていう、うん、その結成した記念みたいな感じで一緒に、うん、やりたいなっていうの、うん、まあ、またその時はこのことで、うん、新曲できましたって言って来てくれたら、でもグダグダなって帰ってくる。チン。いやね、演奏聴いてもらったら分かると思うけど、そんなのなんかグダグダになるような感じで、ね、ちょっとあの GDGD ってテロップ、テロップ用意しといてもらった自衛隊。全然そんななんか、うん、正直音源聴いてなかったんで、音聴いてなかったんで分からへんかったけど、はい、まあ、全然問題なかった。ありがとうございます。一年やってた甲斐がありました。またね、あの年末のね、こちらのイベントでもあのぜひ出てほしいんで、ありがとうございます。その時はまあ、映画のちょっと、はい、しばらくオファー断って、うん、そう、年末は開けとこな。そうっす、うん、練習もあるしな。撮影はちょっと後半な、下半期な、はい、うん、事務所と相談してきて半年休めてくださいって言って、ね、まあ、その時もクビになるんちゃいますか。あれやめたん俳優みたいな。まあ、ほなね、他の、メンバーさんとかも、大学生、大学生ちゃうわ、専門学生、僕が専門学生です。僕だけ学生なんで。そうです。もう卒業して、うん、まあ、社会人やってたり、フリーターやってたり、っていう感じなんで。俺らなんで知り合ったんやけど。実は、はじめ、ボーカルさん募集してたことある。ああ、そうなんだ。一応お話しさせてもらったんですけど、ちょっとまあ私の都合でお会いすることができまして、でそのまま一応マイクさん音楽関係でつながってて、っていう、実はそうだったんです、うん、そうだ。 だからまだ、あの、もしかしたら近かったかもしれない、ここが。あ、なるほどね。でもここにはいてへんやろ。あ、それはないさ。それはならない。もしかしたらここに座ったかも
しれない、わかんないですけど、はい、そういうこと、はい、そうですそうです。みんなミクシーで知り合ったんですか？ここがあの大学の私が後輩で先輩なんですよ、ね、サークルで、この子がドラムの後輩なんですよ。だからベース抜けた時にあの声かけてくれて入ってくれたんで、一番新しいよね。そう、10月のライブから入ったから、うん、すっごい自分はこの場のかかりたくないみたいな感じだったよ、初めね。なんか俺グループやし、この場になってない。そんなことないですよ。違います、先の予定がわからないんで、ちょっとこれから忙しいから、あ、はい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 、続けられるかわかりませんよっていう、はい、出た出た。まあ、あの俳優としてのクール感もちょっと持っておかないとね。だからその笑い方したら笑って笑ってやってやろう今日、うん、黙っといて、黙っといて、そう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 、君やん、はい。来週はね、ちょっと変則的になって、ここのスタジオ、P4 スタジオっていうところの紹介の方をちょっとやったりもするんで、ちょっとね、今回こうゲストさんがチェンジするけども、あの曲の方は来週もあの2曲使わせてもらう、ちゃんと宣伝しとくんだよね、ここね、ORZ スライディングとかだと まだね、出てくださいね、呼ばれれば、はい、読みますね、出てきますね、ぜひお願いします。ほな、第57回、はい、57回質問で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。